1番松尾チームと、その隣には松田、関節俊、吉井は広、小野大地、大和田優斗、角田優真、そして最後尾から大和田海斗が追い上げをするというような状況で、決勝ヒート対立はホームストレートに戻ってまいりました。ヤマハカレットオープンクラス決勝レース、スタートは切られません。もう一周です。それにしてもスタート切られなくて、もう一周の時には上位豊富な選手もいれば、初めて参戦をするという選手もいます。今シーズンは特に SL 全国大会が7年ぶりにこの茂木に帰ってきます。この茂木で視聴者に立てるかどうか、その経験値も上げることも踏まえて今回の第4戦に参加してくれました。夏休みが早く終わってしまった小学生ドライバーたちが、いよいよ決勝ヒート、スタートは切られました。3台が、そして止まってしまったのはどうでしょう、須藤冬田さん。ホームストレートで再スタートを試みていきます。先頭集団が3コーナーから4コーナーへとアプローチ、酒井龍太郎を先頭に1台がオーバーランをしながら戻っていきますが、酒井龍太郎を先頭に2番手には松井沙羅、3番手には塩田総一郎、4番手には佐藤柚月、少し開けて5番手には、どうでしょう、これは5番手につけている選手がまずいまして、その後ろが動いてきます。第2ヘアピン、インサイド、小熊皇帝のように見受けられますが、どうでしょうか、立ち上がってきて5番手争い入れ替わって、小熊が5番手に、6番手に、先ほど5番手走ってました、絶景ナンバー17番の選手ですね、浅野海星、大きくジャンプアップです。12番グリッドからの選手でした。浅野海星、それでもちょっとドロップをしてしまいまして、現在ライトさんが6番手につけています。その後ろです。4コーナー立ち上がってくるところ、遠藤新たの後ろからは松尾が流しており、その後ろ、吉井脇も順位を上げてきましたね。第一ヘアピンのアプローチ、赤のマシンに乗っています、吉井脇。そしてダブルコーナーでは遠藤新た、前のマシン、松尾に対しまして、ノーズを入れかけていきます。さて、ここで選手のお呼び出しです。ネクストカップ、ゼッケンナンバー13番の選手、ネクストカップ、ゼッケン13番の選手はタワー2階にお越しください。2球終了、3周目です。トップ2、その間隔一気に詰まって、3コーナー手前で松井沙羅が横に並びかけて、前にちょっと出ていきます。3コーナー立ち上がって、松井沙羅が先頭に、2番手に酒井龍太郎、一気にタイムを上げていきましたね。確かに先ほどの周回でファスティスト、1秒もですね、100分の5秒ほど上回っての松井沙羅です。先頭に立ちました。茂木で勝つとなると松井沙羅、私の持っているリザルトでは勝利の経験ありませんとなると初優勝というわけなんですが、3番手に沙羅先頭に立ちました。2番手には酒井龍太郎、3番手には塩田総一郎、トップ3が形成されました。それでも酒井龍太郎、今回もペースを落とさせず松井沙羅の後ろに追加があります。その後ろに近いとつけておりますが、塩田総一郎前とはちょっと離れているように見受けられますが、これはトップ争いが展開されることを予想してということかもしれません。3番手の塩田総一郎、4番手には佐藤柚月がおり、5番手には小熊光成が、第2ヘアピンのところトップ2は入れ替わりません。5番手の小熊光成の後ろには松尾瀬奈がつけており、その松尾の後ろは3台、遠藤新たと浅野海星と吉井和弘の3台なんですが、その3台のうちの吉井和弘は1コーナーラインを変えたけれどもオーダーは変わらず、これは7番手争いの3台のお話です。3コーナーから4コーナーでもオーダーは変わらず、トップ2の方もすごく審査の接戦、第1ヘアピンでのノーズ入れかけての戦いも松井沙羅がなんとか封じ込めていきます。かわしていくという方がいいかもしれないですね。松井沙羅の後ろには酒井龍太郎、突破終わるか。一方で4番手争いの3体ですが、佐藤柚月を捉えました小熊光成、
小熊高専ペース良くなってきておりますね。自己ベストはマーク44秒8、前の2台は44秒6ですから、これはちょっとバトルをしている4番手争いがタイムの方上がるのが厳しいかもしれません。さあ第1ヘアピン、こちらも4番手争い、松尾が動いてきます。松尾セナでもちょっと入りきるところまではいかずに、後ろの遠藤新たちが追いついてきたというような状況になりました。第2ヘアピンのトップ2は坂井龍太郎でノーズを入れかけていきます。入れかけるけれどもトップ2、順位の入れ替わりはありません。6周終了、7周目、トップ2のバトルをもっともっとやってくれれば3番手の強化というところもあるんですけれども、ペース的には松井と酒井龍太郎が他のドライバーを比べると非常に上回っておりまして、大きなバトルが展開されない限りこれは2人で逃げることができそうです。3番手の清田総一郎、4番手集団はバトルが展開されているために後ろも追いついてきました。特に吉井和弘はここ自己ベストをマークしています。遠藤新太の後ろに吉井和弘がつけており、第2ヘアピンでは松尾がノーズ入れかけてオーバーテイクなるかどうか、どうでしょうか。オーダーは変わらず、4番手集団は奥馬高生を先頭にし佐藤柚月、さあ1コーナーでは佐藤柚月が動いてきた。佐藤柚月再び4番手に上がります。一方でトップ争いの3コーナーのところを運動員とギリギリとした展開、再び4番手争いに目を移してみますと佐藤柚月が前に出たんですけれども、再び奥馬高生が4番手の位置を取り戻していくというような状況。この4番手争いが大きな集団、3、4、5、6、7台の集団となっています。トップ2は第2ヘアピンへとアプローチをしていきます。ややミドルラインから松井沙羅が立ち上がってきまして、2番手の酒井龍太郎は来ている隙を与えません。3番手の清田総一郎、こちらは単独です。さあ4番手争い、小熊と佐藤、ややミドルからの小熊、アウトからクロスを狙っていった佐藤柚月ですけれども、オーバーテイクまでは至らず、トップ争いはトップ2はダブルコーナーへと入りました。そして第1ヘアピン手前で動いてきたのは佐藤柚月、そしてクロスを取った小熊、その隙に入っていった佐藤、その隙に入っていきました松尾、それぞれ少しずつ順位を入れ替えながらの中盤戦となっています。さあ第2ヘアピン佐藤柚月飛び込んでくる、佐藤柚月が飛び込んでいきまして、ボリさんを上げていきます。前の小熊をちょっと逃がしてしまうような展開になりました。九州終了、10周目、レースは後半です。トップ争い入れ替わって、松井沙羅を捉えていきました。坂井龍太郎、ようやく突破口をといったところでしょう。ダブルコーナーに入りました。坂井龍太郎を先頭に松井、でもオーバーテイクをされてからも逃がすというわけではありません。トップ2の感覚はどうでしょうか。どうですか。でもそれでもコンマ2秒の差、オーバーテイクをしてからは坂井龍太郎スピードを達成しますけれども、再び3コーナー手前では松井沙羅が並びかけていき、最後に立ち上がって松井沙羅、再び松井です。トップ2の戦いが始まったために3番手の翔太にも上司が芽生えてまいりました。そしてイエローフラッグが揃えている1台が高速3コーナーです。ダブルコーナー松井沙羅、ミドルからインをがっちりと守っていきます。第2ヘアピンから立ち上がってきて、松井沙羅を先頭に、2番手には坂井龍太郎、2連勝なるかどうか。坂井龍太郎現在は2番手の位置、インを守った松井、クロスを取っていく坂井龍太郎を狙っていくものの入りきるところまではいきません。ファイナルラップ3コーナー、インをがっちりと守り込んでいく松井沙羅、茂木の初優勝なるか。アウト側から狙っていきます。スピードを乗っている坂井龍太郎、後ろも追いついた。トップ集団は3台です。清田総一郎はアウト側からサウスポー、第1ヘアピン立ち上がって、先頭は松井沙羅、2番手坂井龍太郎、3番手清田総一郎、残り周回1周、むしろ半周です。第2ヘアピンへとインをしっかりと守っていく、着
堂坂井龍太郎宇宙の潮田最終コーナー、最終的にはオーダーは変わらず松井沙羅モデギ初優勝、トップチェッカーを受けてまいりました松井沙羅。そして中盤のあたり松尾瀬名が放送法をしながらチェッカー